はい、お願いします。刈り込みバサミっていろいろあるんだけどね、これ僕が使ってるやつなんですよ。あのこの間言っただから学校のとはちょっと違うと思うね。でこの間言ったあのカタカタってこういうことね。ここがガバガバなの。これ絞ってここを当てていく。徐々に最初ここが当たってだんだん枝先に向かって当たってって絞ってこう擦り合わせて、そうやって使うもんなんですよ。でバランスっていうのはこういうことね。だここら辺握ってチャクチャクチャクってこうやるとちょうどバランスが取れてるから、あの体に負担がないんですよ。だこうやって使うのはね、遠くを刈るための道具じゃないから、こうやってやってると枝下がってきちゃうからえぐっちゃったりね、こう平らにしようと思ってるのがね、だんだん疲れてこうなっちゃう。だこういう使い方じゃなくて、ここまで行ってこうは使うっていう道具です。ね、もう常に体のそばで使う道具です。さっき言ったバランスだけこう感じてほしいんですよ。どこ持つべきなのかね。手首に負担がかかんないとこってどこだろうっていうのだけちょっと探ってもらいたいんですよ。だこのバランス取れてるとこで持てば、まあ角度変えるのはそんなに手首きつくないでしょ。多少こうハサミによってはちょっと片付きがあったりなんかするときは、手を締める、こっちとこっちに締める、こう締めて、で刃のすり合わせでシャキシャキってどこでも音がするようにすると切れ味はいいはずです。ここ買ってんだけど、視野の片隅にさっき買った輪郭が、刈り終わった輪郭が見えてるっていう状態。ここを見るんじゃなくて中間を見るみたいな感じ。刈り終わった輪郭を見ながら常にこっちへ回っていく。そうすると刈り終わった輪郭が常にこっちついてくるのずれ方です。はい、もうちょい左か。じゃあここが真ん中で、ここが一番高いところになるはずだというところです。頭のさっき言ったその1メーター範囲ぐらいのところが、なんとなく頭っぽくなるのをちょっと確認してもらって、でそれをめがけて側面から頭のその部分に向かって刈り上げていくという。さっきの僕の長いのじゃないけど届かないかもしれないけど、ここがてっぺんで、これは切んなきゃダメよって言ったやつね。これね。で、この角度をもう少し、今ここで切れてるけど、これがもうちょっと下がってくるってことね。ここにね。ここね。あ、この辺から行って、これかな、こんな感じかな。もう少し肩が落ちてこないとダメだね。うん、っていうのを確認しなきゃいけないんだね。一回今の状態で見てきたらいい。あ、下から見るイメージと上行ったイメージが。で今僕がいるこっちの方向から見た時に、今頭平坦に見える感じだと思うから、あ、左も右も今刈ってないからね、余計にそう見えるでしょ、平らだなって。だからあれがそのいい感じで丸く降りてくるっていうイメージを、そう、肩を作るっていうのが、今もう肩張っちゃうよね、あれ、あのまんま来たら ね。だからあれがもうそろそろ落としてこなきゃいけないでしょ。 あの棒よりも周りがだんだん低くならなきゃ丸にならないんだから。
と左は下げないとダメなんだよな。ここからできないし、安全帯つけたら残っちゃったらやばいっすよ。そうだね。で、だからこっちもね、このぐらい行ってこなきゃダメなんだよね。これがね、ここで切んなきゃなんないんだよね。ね、出てる。ここは。あ、そうそう。出てますね。ここでここを見て、で次この辺を見るためには一段下がれば見る。空との対比でね。でもうこうもう一回降りてくる。だ降りるときもただ降りるんじゃなくて、目線はもう買ったところを確認しながら降りる。本当はこの辺でこう削っていかないといけないね。こっちと合わせていくっていうことは、この辺で。わかる？だいぶ硬くなっちゃう。うん。そう、そっち側から右の稜線を見ながら左を合わせていく。そうそうそう。この辺から早めに落としていく。で、今ここ段差ついてんだ。ここのラインと、その下のラインが段差あるでしょ？その下のラインにここを追い込んでいく。だ肩を早めに落として肩を張らせる。これで刈り上げていくイメージで早めに肩を作る。そこなんかだいぶこっち出てるからね、余計なで方になっちゃう。あ、そうそう。うん、もうちょい奥行ける？ちょっと当ててみて。あ、それの左、それの左。そう、そこ。うん。はい、OK だね。はい。それで左と右がうまくいくんじゃないかな。うん。こういう団子になってるやつを、こういう団子になってないやつに切り替えたいってことね。これをなくして。うん。まあ可能は可能じゃないですか。うん。な、芽じゃなくても、こういう枝の段階でももうほら、一箇所から5個も6個も出てるでしょ。その時にもうここで整理するといいんだよね、本当はね。もうこっちとかもうこっち被ってるから、これいらないのと、これもいらないんじゃないか。これがあれば。ああ、そうだ。どうかな？ね。だから、枝数どうせ少なくともこれはいらないしとかなってくると、こっちを残してこっちをなくすかな？これ団子になりそうだから。枝をね。こうすると、これ使った方がまだいけそうでしょ？で、これもこれ、こっち使うのかどうかっていうの。とにかく、同じところで4つも5つも出てるのはね、解決しないと本当ダメなんだよね。これ若いうちに。これもだから、これ立ち枝のまんましょ、ま、これ、うんうん。こっちの枝があるから、これ生かしてこっちやっとけば枝下げしなくても下がった枝になっていく。うん、こういう風にしといた方がいい。ね、はい。いいんじゃない、うん、ここの枝ができてくるし、うん。いいじゃん、いいじゃん。これ左側のもうちょっと下がんないのあれ。左側の太めのやつ。あれ太くて。下がんないの？手でもなかなか下がらなかった。あ、そうなんだ。ここと手前のやつももう太すぎて。あ、そう。はい、そうか。そこまでは、ね、本当下がんないのかな。先生乗ってみますか。本当に、あ、いいよ、そのままで。ぐいぐい下がっちゃうかな。あ、結構頑張ったね。あ、でもいけるね。すごい。うん。そうだと思うよ。うん、下がったね、さっきよりはね。うん、いいじゃん。ね。こら勝てな。ひもちょうだよ、これ下げようよ。こうやってここで空間作ると下がるでしょ。でこれを押っつけるじゃん。でここで止めればなんとか止まるんだ。頭はなんか可能性が出てきたじゃない。
うん、違う違う、切るなら切るならこっち、これのこれを残す、あ、これ残すんですか、こっちです、はい、切るなら、はい、これを切ったらなんでダメかって言うと間延び枝作っちゃうからね、あこっちね、はい、上です切るなら、そうです、そうです、そうです、はい、はい、でこれが残ればいいんでしょ、はい、でこれ残ればいいんでしょ、はい、でこれいらなくないですか、これ、ああこの塊、はい、そしたらこれを残すように切るって言ったらこれを切るでしょ、これこれですよね、そうそうそう、はい、そうするとなんか抜けるでしょ、枝先が、ああ、ね、はい、これで要は足してますよね、はい、うん、そういうことですね、はい、ああ、そんなことになっちゃう、うん、それを切ったのくれる、これもほら、このままだとさ、これも吹く、これも吹く、これも全部吹いちゃう。ゴツゴツになっちゃう。だから、下の方の枝の、そう、だ例えば、例えばこういうところに、ここで戻しちゃえば、これもう新鮮な枝じゃん。ここはもうゴツゴツになっていく枝でしょ。一本だけそれ残して。うん、こういうふうにした方が、まだね、楽でしょ。この後の管理、管理がね。うん、これここでもう、これでまた芽が出てきて、また切ってなくて、ゴツゴツになって、だから捨てちゃう、こういうと。こういうのもさっき言ったようなね、ほらごつい、ごついよね、うん、小さいこと言うとこういう細いのとかこの辺残せばいいから、こっちのごついのなくしてこれを残す、でここで切る、こういう切り方ね、このこれをなくす、これもそう、このごついのの出どこ見て、これも出どこ立ち枝ですよね、これこれね、だからここだけじゃない、ここだけを見るんじゃなくて、この枝切り戻したとしてもこっちへ行ってる枝だし、大した枝じゃない、むしろこの枝はいい枝、これね、だからこの立ち枝はいらない、そういう理屈だから、これは取ります、こう取ります、そういうことです、こういう目先を残す、はい、ってなことをしながら、とりあえず一番高くて届くところの範囲のギリギリまで行って、そこから戻ってきながら、降りていきながら、引っかかりを落としながらっていうね。なるべく上からやってね。これが気になる。寝床は？うん、これ残ればいい？これ残すか。はいはい。いいでしょ。はい。あー、これちょっと消極的だな。これ誰か切った？あ、はい、うん、これじゃあね、勢い止まんない、うん、うん、あのもう半分から上だから樹勢すごい強いから、はい、この言ってみればこのぐらいの弱い枝に、はい、あの切り替えないと無理だと思う。あ、はい、勢いが止めらんない、だからこれとかこれ残すとか、はい、とにかくこの結構もっと思いっきり中の方から、そうそう、これ残しぐらい、はい、このぐらいで取ってこういう枝にの、はい、切り替えないとちょっと無理、はい、だからこれもそうですね、結構太いのが、うん、これはね徒長枝だから、はい、こういう枝にのところまで、なるべくもう徒長してるのはどんどん、うん、そう、これを残し、だから結局ここら辺をいじって、ここら辺いじっちゃって、こう切り詰めちゃって、こうなっちゃうよ。だけど大事なのはここなんだよね。ここにこうやっといて、これへっこんだっていいの。でもこれが伸びてきた方が、あの何、柔らかい感じになるし、次に詰められるんだから、今回ここに揃えなくてもいいの。だからこれなんかもこれをね、枝先で詰めんだったら脇枝あるところまで戻しとく、うん、こうやって戻しとく、はい、これとこれ深さ違うよね、当然、うん、いいんですよ、うん、それは。だからなんとなくこの辺に揃えば、まあ、10センチ20センチ縮まるっていうところを狙って切り戻していけばいいんだと思うんですよ。これが切り戻して、ええ、切り戻しです。だから必ず切ったところに枝が残る、それが切り戻しなんで、そういうふうにした方がいいじゃん。だからこれを残しておく意味があるかどうかなんですよ。こんなところで絶対切らないんだから、小さくしたくったって。だったらもう切るとこ決まってくるじゃん、ないんだから。ほら、ないでしょ。そしたらもうここまでないじゃん、ここまで、はい、だからここまで行くしかないじゃん。でも深いところに切るから切り口そんな目立たないんだよ、ほらこうなったら。
ただまあ面白くなって切りすぎないことだよね。陰樹だからね。うん、あの日陰で育つ木だから、あの幹焼けしないように、幹がもう焼けるとダメだからね。それね、なんか頭すごいね分厚いから、本当は少し切り戻してから刈り込んだ方がいいんだけどね。あのね、あのなんていうの、立ち上がりすぎてね、例えば ここの真ん中にブツゾーンって立ってるでしょ、はいはいはい、こ、いやいや、それどこどこ、その隣、その奥、それそれそれ、それがね、横に行かないで上にドンって行ってるだけじゃん。そういうのはね、もう切っておきたいんですよ。あ、うん、そんでほら、横へ行ってる枝を残して、そこでこうなんて、こういうふうに杯型にこう作っていかないと、ツン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 しちゃってんの。うん、そういう強い枝をね、まっすぐ立ってる枝をね、残しすぎてるの。あ、うん、だからまっすぐ立ってる枝を抜いちゃって、横へ張っていくように。あれは徒長枝の慣れの果てですか。そう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 。うん、なるほど、うん。そういうのをね、先に取れれば先に取った方がいいんですよね。それから刈り込んだ方がいいと思う。うん、これも向こう行っちゃう。ここまで。そこですか。一気に肩が取れました。うん、ね。そこちょっとちょこちょこやってたけど全然落ちなかった。そうですよね。うん。いや、これはね、ちょっと難しい題材が。いや、でも勉強になります。うん。この辺はね、もう切り詰めてもいいです。後ろ側だから。はい、あの揃った感じが出れば、はい。この辺もね、だから本当はこんなに切りたくないけど。このぐらいまで行かないとね、出っ張りが直せない。そうですね、奥に行かないですね。そうそうそう。だからもうちょっと強めだけどね。はいはい、これなんかベロンとしてるじゃん。枝掴んだ時にね、ベロンとしたらちょっともうだいぶ奥で切り詰めなきゃなんないんですよ。一気に付けてきました、ね。ちょっと直ってきたでしょ。うん。もうこんな枝だもん。この枝はね、きついよね。もう、捨てるっきゃないよ。そうだよ。これの方がいいもん。そうですね。ああ。これも、だいぶ越境してきてんだよな。これどっから来てるかわかる？これ。それは、あんまり痛めないように手伝って。ここですね。え？そう、それじゃあもっと元見てみ。元見てみ。元どれ？元はここですね。そうでしょ。これだよ、これ。これ。それはもう元で取んなきゃダメ。ここですね。ここですね。すいません。ね。こんなのダメなの残した。これ元で切って。あ、はい、わかりました。これこれ、はい。これの元だよ、これ。はい、今見ました。はい。わかった？はい。これですね。うん、これだよ、これ。こっち側だけ。こっち側だけ。こっちは切っちゃダメ。あ、はい。で、ここですね。そうそうそう。ここです。はい。そう。そこで切って取り出してごらん。そしたらもうあの間延びの S 字だよ。ベローンと言ってここまで来てんだからさ、ほらここまで来てんだからね、ほら何もないじゃん、途中何もないでしょ、ここしかないんだからさ、こういう枝を残しちゃダメだよ。はい、はい、あ、終わりました。あ、良くなったじゃないですか。いいじゃないですか。ありがとうございます。こういうにさ、なんていうの、はい、払って飛び出たやつ、はいはいはい、必ず払えば飛び出るから、はい、それはもう一回チェックしないと、はい、こういうとことかこういうとことか、はい、買った時は多分揃ってんだよね、はいはい、だけど払えばほらこう出てくるんだよ、はい、それをやっぱり仕上げて終わりにしないと、はいはい、こっち側から見るとさ、なんかもう割とつるっと見えるでしょ。あ、そうですね、ね、取り出しが少ないです。そうそうそう。だほんの先しか使ってないよ、これ、ね。そうすると柔らかい線は出る。あ、うん、こっちはまだちょっと浅いからこういう感じに見えるんだね。うん。このぐらいまで切ると揃った感出るから。ね。ね。だほんの多分2センチとかそんな違いだよ。
いっきりはたいちゃってさ、あの思いっきりはたいて飛び出たの刈り込みでちょんちょんちょんってやって、それで終わりね、うん、結構思いっきりはたかないと。あ、よくなったよくなった。うん、てっぺんがちょっともうデコボコしてる。これはちょっと少し前ね、うん、滑らかに、滑らかに、追い込めた。ここは、うん、あ、はいはいはい、もうちょっと思い切りはたいてから掃除の方がいいよ。あの上全然払えてないから、一回思い切り払っちゃって、そんで飛び出たのまた舐めるからさ、全然取れてないよ。あれ上茶色くなって乗っかったまんまになっちゃうから、ガンガンはたいちゃって、はたいちゃった方がいい。うん、結構落ちるね。おお、汗びよくなったね。あ、いいな。やっぱりやるとやんないじゃ全然違うな。ね。やってる時はこんなんやってわかるのかな。ね、そう思うけどね。やってみたら、うん、やっぱりやればやるだけ良くなる。あ、全然良くなった。いいじゃないですか。はい。なんかこういう、うん。ね、汚らしいね。倒れちゃったやつ、うん。倒れちゃったやつ取った方がいい。取った方がいいんじゃねえかな。汚いもんね。取った方がいいよ。はい、うん。そんでこれさ、やつでもね。はい、あのこの下の葉っぱをね、はい、もいじゃうの。こうやってこうやって、はい、で枯れっぱの葉もらうんじゃん、はい、こういうの取ってすっきりさせちゃうと、はい、もうちょっともみあげてみて、はい、こう振る葉を、はい、とスーッていってパーッとなるじゃん、はい、すげえすっきりするから。であんまりちっちゃいのがあんまりたくさん出てたらちっちゃいの減らしてもいいし、こ う, いうの、うん、あんまり鬱陶しいなと思ったら本数減らしてもいいし、うん、そういうのをちょっとねバキバキっと取るだけでだいぶ。歯が立ってるのと立ってないの分かります？違い、この方向でやると分かるんだよね。この方向でこれをやるとあの皮に入っていく感じが、親指の方がいいと思うよ。はい、どっちがどっち？あ、輪郭が甘いな。甘い、うん、でも違うね。歯は立ってなくはないけど、ここのさ一番白く光る部分が、はい、あのなんていうの、ムラがない、はい、ここ白く見えるけどここ見えなくて、はい、次見える。だから角度がいろいろなんだよね。うん、で小刃の角度がここ山がはっきりしてないから、はい、ラインが薄いと思う。これこっち今までなかったやつにラインつけると、ね、ラインがほらピーッと見えるでしょ。そうですね、こういうことよ。はい、うん、こういう感じになると歯が立ってる。やっぱり小刃ができてない感じかな。できてないですか。うん。
1、2ミリでピーッとこうラインが出てこないと立ってないんだよな。立てたつもりなんですけど、まだ足りないですかね。足りないね。あ、そうです、うん、分かりました。もっとあの歯は立ってくるはずなんだよね。はい、わかりました、うん、ありがとうございます。まだこうちょっとこう動いてんだと思う。はい、はい、結構時間かけて。おお、出てきたね。まだですかね。もっと削るんですかね。バリは今ちょっと取っちゃったんで分かんないですけど、うん、はい、だいぶいい感じですよね。ただ角度がちょっときついのかな。もうちょっと寝かすとラインが出そうな感じですね、はい。もうちょっと広くていいんですね。そうもうちょっと広くていいんだけど、これでも全くなかったから、うん、このぐらいついてれば次回その次とやっていくとだんだんラインがはっきり出てくると思います。 あ、はいはい、あんまり無理しなくても。そうですね、ちょっと角度がちょっときついんだと思う。 うん、でちょっと反対側もうちょっとあれにしてみて。そうですね、ちょっといいですか、やっちゃって、うん、多分このぐらいの角度だ。そうですね。大体使ってるからデコボコになってますね。うん。ここの部分とこっちの部分をちょっと光にかざしながら見比べて角度をこう。こっち広いですよね。ええ。こっちちょっと狭いかも。ええ。こういう風になるといい。はいはい、わかりました。はい。もうちょっと追い込んで。そうですね。ね。あ、これ上手に出てるね。これピッとラインが出てるでしょ。あ、はい、あの幅は狭いけどね。だからまだ新しいっていうかその小刃付けができてないハサミだからしょうがないんだけど、その割にはだから1ミリもついてないけどね。だこういうのは多分立ってるでしょ。当たってますね。あの比較的よくできてます。満点ではないけど、うん、いい線です。はい。もうちょっと幅出ない？もうちょっと幅出していいですか？うん。まだ歯立ってないんじゃない？あ、でも立ってるね。うん。幅がもうちょっと欲しいから。うん、あの2段にするならね、はい。うん。これなんかすごい広いけどさ。あ、こういうふうに。あ、全然違う。うん、ここまでつけなくてもいいけど、うん、1ミリはつけないと。うん、ライン出ました？なかなか出ません。出ませんね、まだ。うん、あ、でも出そうとしてる感じはなかなか出ない。うん、そうですね、はい。僕なんかちょっと大きいけどね。ああ、いいですね、ええ、それを目指してる、ええ、そうですね、はい。はい。お、いいですね。ライン出ましたね。はいはい、出ましたね。うん、いいですよ。はいはい。やったね、やったね。いけた？あ、いい。はい。うん。あ、いいですよ。はい。うんうん。はい。うん。ラインが甘いけどな。でも歯は立ってきてますね。もうちょっと角度を。うん、あの角度が動いてるんだと思うんだよな。あ、でもこっちは出てますね、ライン比較的。あ、こっちはいいよ。こういう風にラインが出るといいですよね。あのくっきりと。あ、はい。はい。こっちはちょっと曖昧になってるから角度が動いてるのかなと思う。この辺はいいけど、はい、この辺がちょっとこう角度がいろいろになってるから、あの山のところが出ない、ラインが出ない。いろんなラインが出てるって。あ、でもまあ、はいはい、だんだん良くなってるんじゃないですか、うん。もうちょっとバリ取っていいですね。あ、はい、こっちは、うん、こっちの方が割とうまくいってるな。こっちもバリもう少し取っていい。あ、はい、で、ペタってやったのが実だから、
で角度を起こすじゃん、うん、でこれも角度決めたらこれで行ったり来たり、うわ、はいはい、あ、こっち歪んでるな、こっちの方がいいのかな、こっちの方がいいのかもしれない、うん、ピタッとやってとちょっと起こすこの角度、うん、で、端から端まで大きく使う、うん、バリトイ1回か2回だ、うん、バリトイ、宇田川のバリトイ、うん、そう、バリの出方によるけど1回取ればいいね、うん、こういう感じで、それはでも肩ばっかしたらそんなに刃はこぼれてないと思うんですけど、こぼれないうちに、うん、あの、コバをつけないと、うん、これでかけたらもううんと研がないとかけは直んないよ、うん、だからかけないようにハサミを作り直すってよ行かなきゃダメ。だから買ったばかりでもまずは研ぐ、あの使ってから研ぐんじゃなくて買ってきたらまず研ぐ、あ、じゃあ早いうちに研いた方がいいんですね。そうよ、そうそうそう、もう買ってきてそのまま使うっていう職人はいないよ。あ、そうですか。うん、そうよ、自分で研いでから下ろす、下ろす、ちょっとついたかな、ちょっとついたけどね、うん、ほんでこのぐらいのバリだったらちょっとバリ触って、ちょっとバリですね。あ、はい。そのぐらいだったらこの辺に当てて、うん、スーッてこのぐらい。あ、これでいいよ。触ってみてバリ。ないでしょ。あ、はい、うん、そんな程度。じゃあ今はいくつやったかな。いけた？ここがあんまり出てないけどまだ深い。お、出た出た出た。出たじゃん。いいじゃん。うん、歯も立ってるし。